ちょっといい？あなたがラクシさん？ああ、ひょっとして遊撃士さん？そうよ、掲示板を見てきたんだ。今すぐにお願いしたいことがあるの。話を聞いてくれない？うん、もちろんいいわよ。それでどんなお話なの？お願いしたいのはすごく単純なことなのよ。なんとかしてうちの主人をギャンブルで任してほしいの。え？それが依頼なの？単に賭け事でご主人に勝てばいいのかい？ええ、どんなゲームでもいいから、とにかく主人に勝ってちょうだい。うちの主人ってもともと調子に乗りやすいたちなんだけど、ちょっとカジノで勝ち続けたらすっかりギャンブラー気取りなのよ。あの人のことだから、このままだと本気で賭け事にのめり込んじゃうわ。だからそうなる前に痛い目に遭わせてやってほしいのよ。なるほど、ご家庭の事情があるわけね。ふーん、あなたも大変なのね。うん、私の方も甘かったのよ。カジノ旅行に誘われた時にきっぱり断ればよかったのに。はぁ、愚痴っても仕方ないわね。じゃ、賭け金として1000ミラお渡ししとくわ。これで全額1回勝負を挑めば、きっと主人は乗ってくるはずよ。ということは、ご主人は今も2階のカジノに？ええ、入り浸ってるわ。カード台にいるピリオっていうのが夫よ。了解、カード台にいるフィリオさんね。遠慮は一切無用よ、徹底的に任してやって。他に何か質問はあるかしら？ま、やることは分かったけど、それよりどうやって勝負に勝つかが問題よね。だってギャンブルなんて所詮は運じゃない？ええ、でもその運を生かすも殺すも腕次第よ。勝てるかどうかは相手によるわね。つまりは駆け引きさ。ふーん、そういうものなんだ。それなら大丈夫よ、うちの主人はズブの素人だもの。嘘をつくのは下手だし、思ったことがすぐ顔に出るし、本来はギャンブルにとことん向いてない人のはずよ。あ、本当に？うん、それを聞いたらちょっとは自信が出てきたかも。よし、気合入ったわ。その息ね。細かい理屈はともかく、勝負ごとには気迫も重要よ。それじゃあ頑張ってきてね。主人を思いっきりへこましてちょうだい。なかなか雰囲気のいいカジノだね。設備も新しいようだし、まだできて間もないのかな？はい、生誕祭の頃に新装オープンしたそうです。あ、そういえば前は改装中だったわよね。なるほど。ところで肝心のご主人はどこかな？うん、確か奥さんはカード台って言ってたけど、きっとあれね。よし、来いよ。ほら来た、ジャックだ。このドローの強さ、もうまさに敵なしって感じだよ。お客様の勝ちでございます。いや、君もよく戦ったよ。さすがに相手が悪かったけどね。わかりやすい人ね。うん、あの人に間違いないわ。すぐに声をかけてみましょう。グズグズしてるとまた一勝負始まっちゃうわよ。あっと、そうね。
よしっと。それじゃあまた。あれ、なんだいあんたたち。お兄さんが噂になってる強い人ね。実は私たち、あなたに挑戦しに来たのよ。挑戦？この俺に？いいけど、ミラは持ってるの？ケチな勝負なら受けないよ。賭け金千ミラ、その全額勝負ならどう？ふん、怖いもの知らずだね。いいよ、その勝負。受けて立とうじゃないか。で、誰が相手なんだい？なんだったらまとめて面倒見ても構わないけど。まとめては無理でしょう。ババ抜きじゃないんだから。でしたらお客様、変則ポーカーはいかがですか？これなら複数回の勝負で決着をつける方法もありますよ。そんなゲームがあるの？ふん、面白そうだな。ちょっと説明してくれよ。はい、双方が選手を出し合い、3回の対戦で勝敗を決めるんです。対戦は通常のポーカーで行い、先に1勝したチームの勝ちとなります。ただ降りることができるのは両チームそれぞれ1回ずつだけです。チームの一員が降りてしまったら、それ以降そのチームの選手たちは降りることができなくなるわけですね。なるほど、3回戦勝負か。ん？手っ取り早くていい方法なんじゃないかな。あれ、でもあんたたちは4人か。別に4人にこだわることはないわよ。余っちゃうんなら誰か辞退すればいいんだし。あの、それでしたら私に辞退させてください。え、クローゼが？はい、私たち学生の掛け事は校則で禁止されているんです。ですから私はちょっと。そうなんだ。まあ確かにギャンブルは教育上よろしくないかもね。うん、事情は分かったわ。ごめんなさい。うん、ということは3回勝負で大丈夫だね。俺は何回勝負でもいいよ。どうせ最後には勝っちゃうんだからね。ご説明した通りのゲームでよろしいですか？うん、それでいいよ。ええ、こっちも構わないわ。それでは準備をいたします。その間にお客様方は勝負順をお決めください。勝負に出る順番を決めておけばいいのね。うん、了解よ。よろしくお願いいたします。手っ取り早く決めてくれよな。ってことだけど、さてどうしよっか。ここはカードの腕前で決めるべきだろうね。言っておくけど私は自信ないからね。いつもヨシュアに負けてたし。あ、でもシェラネーは自信あるでしょう。占いでカード使ってるもんね。ええ、少しは覚えがあるわ。ま、私の場合はいざとなれば奥の手があるし。奥の手？その時まで秘密よ。ならばしんがりはシェラ君に務めてもらおう。その代わりというわけではないが、僕は中堅を引き受けさせてもらうよ。2番手の戦いでは何かと駆け引きが多くなりそうだからね。シェラネーが最後でオリビエが2番手ってことは私が最初ってこと？ええ、気が楽でいいでしょ。のびのびやんなさいよ。まあ確かに気は楽だけど。お客様、準備が整いました。あ、もう始まるみたいね。うん、それでは行こうか。皆さん頑張ってくださいね。よし、気合い入れていくわよ。それではこれより3番勝負を開始いたします。
ポーカーのルールは当地方で一般的なものですが、スートにも強弱がありますので、最も強いのがスペード、以下ハート、ダイヤと続き、クローバーが最弱となります。では手札をお配りいたします。あ、ワンペアできてる悪くないわよ。フラッシュも狙えるけど、そっちはちょっと難しいかな。うひゅひゅ、初手から幸先がいいぞ。いや、これは早速いただきかもしれないね。フィリオさんは調子が良さそうですね本当にいい手なら普通は黙っているはずだよ。相手が降りてしまっては勝負に持ち込めないからね。あの子がそのことに気づいてるといいんだけど。さてと、ここからね。大物を狙って交換か、それとも手堅くキープか。まだ初戦だし、確実に行くのがセオリーよね。カードを交換なさいますか？うん、3枚よ。お客様は？俺も3枚だね。狙い通りに来ててちょうだいよ。何も変わらずか。ま、ワンペアがあるし、とりあえずまあまあの手ね。エステルさん、ちょっと顔に出てますね。うん、この程度なら読まれはしないとは思うが。でも何か失敗したらきっともろに顔に出るわよ。弱いとは聞いてたけど、これじゃ無理もないわね。ふん、いいよいいよ、待ってたところにずっぷりだ。さあ挑戦者諸君、いつでもかかってきたまえ。フィリオさんも相変わらずですね。どこまで本当のことなんでしょう。ワンペアはあるけど、勝てるかどうかは相手次第ね。降りるか勝負するか。さて、どっちにかけよっか。降りるなんて言ったら負けを認めたようなもんじゃない。そんなこと意地でもできないわよ。勝負なさいますか？当たり前よ、勝負するに決まってるわ。え、いいのかい？俺の手はすごくいい手で。あっそ、別に構わないわよ。それなら早いとこかかってきたらどう？お客様はどうなさいます？どうしようね。この手なら勝負しても勝てなくはないけど、いいや、降りるよ。ではフィリオ様、次の勝負からは降りられませんよ。よっしゃ、やったわ。どうにか頑張ったみたいじゃない。強気に出て正解でしたね。とりあえず負けなくてよかったわそれで十分だよ。これで相手は追い込まれたわけだからね。あ、そっか、一度しか降りられないんだもんね。一勝されてしまえばそこで勝負は終わりですからね。そうね、慎重に行きましょう。お客様、次の勝負の準備はよろしいですか？おっと、僕の出番のようだねでは行ってくるよ。ええ、期待してるわよ。あんだけ言っといて負けたら承知しないわよ。それでは手札をお配りいたします。ほう、4のペアか。だがこれだけではいささか心もとないね。こっちか。いや、こっちが来る気もするな。なんだか真剣に悩んでるわね。ええ、表情が違いますね。それなりの手が入ってると見た方がいいわね。
さてどうしようね。まっすぐに手を伸ばすか、それとも相手を惑わすか。どちらも面白そうだよ。そうだね、ここは素直に言ってみるか。カードを交換なさいますか。うん、3枚頼むよ。お客様は？俺は2枚だね。さあどうなったかな。2ペアができたか。十分に勝負ができる手だね。あの顔ちっとも読めないわね。オリビエってば何考えてんのかしら。あれも一種のポーカーフェイスですね。よし、うん、大丈夫だな。さっきと違ってえらく控えめな反応ね。大物の役ができたのかしら。あの相手の沈黙ぶりはさすがに不気味だね。さてここはどうするべきだろうか。相手は一度降りているから今回は必ず勝負してくる。手負いの獣をさらに追い込むのは危険か。勝負なさいますか。降りさせてもらうよ。退却も立派な戦略だからね。ち、降りたか。おや、ずいぶん悔しそうだね。せっかくの手を無駄にしたのなら謝るよ。いや、別に悔しくないよ。こっちもそんなに大した手じゃなかったからね。では、これでお客様方も次の勝負は降りられませんよ。あらら、降りちゃったわよ。どうやら相手に分があると読んだみたいね。はい、諸君。見てくれたかい、僕のあの冷静な読みを。でも本当にフィリオさんの手は良かったの？もし勝負してれば勝ったかもしれないじゃない。十中八九間違いはないよ。勝負に行っていたら今頃僕らは涙の海を泳いでいたさ。また大げさなんだから。でもこれでお互いが一回ずつ降りたわけですね。ええ、そういうことね。次の勝負できっちり型がつくわけよ。次はシェラネーの番か。うん、なんだか勝てそうな気がしてきたわ。だといいんだけど。ま、こればっかりはエイドスのご機嫌次第ね。お客様、最後の勝負の準備はよろしいですか。時間のようだね。ではシェラ君、お手並み拝見させてもらうよ。お眼鏡にかなうといいけど。ご両名ともよろしいですね。では最後の勝負を始めます。こうきたか。あくまで最高の形を追えってことかしら。さて相手の様子はどう？ん？きた、これは来たぞ。別に何でもないよ。気にしないでくれたまえ。なんかいまいちな手だよな。これはダメかもしれないよ。あからさまに様子がおかしいですね。うん、いい手が来てるみたい。さてシェラ君はどう出るつもりかな。あの様子からすると相手には大物の手が入ってるとなると、普通の手役では負けてしまう確率が高いわね。やっぱりここは理想の形のストレートフラッシュを追うべきかしら。
カードを交換なさいますか。2枚お願い。お客様は？俺は1枚だけ。どう来たかしら。よし、いい引きだわ。必要なのはあと1枚。ふぅ、指先の感覚が衰えてないことを祈るだけね。カードは揃いましたね。それでは手札をお開けください。よし、俺から開けるよ。ごくり、さあ来てろよ。来ててくれよ。本当に来てた。見てくれよ、ロイヤルストレートフラッシュだ。ロイヤルなんとかって、それって一番強い役じゃない。絶対絶命ですね。うん。お客様も開いてください。蓋を開けてみるまで勝負はわからないものですよ。ふふ、その通りね。ふん、開いたって無駄さ。なんたってこっちは最高の手なんだからな。あら、それはどうかしら。あれ、どうしました。今知らねえの手が。ごめん、気のせいだったみたい。ん？確か今回のゲームには絵柄の強弱もあるのよね。ならあなたの手はまだ最高とは言えないわ。手役はこちらも同じくロイヤルフラッシュ。けれどスペードのクイーンはどうやら私に微笑んだようね。そんな、確かにそのようです。しかもスペードですか。うん、ならばこちらの方がフィリオ様の手に勝りますね。嘘だろ。この勝負皆様方の勝ちとなります。ふう、やれやれね。賭け金でございます。どうぞお確かめください。信じられませんね。まさに大逆転勝利だね。セラネ、お疲れ。あそこから逆転するなんて、もう頼れるお姉様なんだから。見せてもらったよ。久しぶりで緊張したけど、ま、ボロが出なくて助かったわ。お、何の話？大人の事情というやつさ。うん？まさか。あら、気づいてなかったの？あんたとオリビエには見破られてると思ってたけど。あ、呆れた。道理であの時なんか変だと思ったのよ。ふふ、蛇の道は蛇ってことよ。それじゃ早いとこ依頼者に報告に行きましょう。バレてないとは思うけど、あんまり長いはしたくないわ。確かにそうね。よし、早く行きましょう。本当？本当に主人に勝ってくれたの？うん、厳しかったけど、どうにかやっつけてきたわ。これが戻ってきた賭け金よ。1000が倍になってちょうど2000ミラあるわ。あ、いいのよ、それは取っておいて。報酬が安かった分の埋め合わせと思ってちょうだい。え、いいの？そう言ってくれるならありがたくいただくけど、でも本当にこれだけで大丈夫なの？ご主人はあんまり懲りてないみたいだったわよ。あとは
カジノの人たちがどうにかしてくれると思うのよ。向こうだってプロですもの。ここで主人を見逃すはずはないわ。確かにその通りかもね。そういうことなら私たちはもう行くけど、それで構わない？ええ、結構よ。もう十分に働いてくれたわ。こんなふざけた依頼でも遊撃士は真剣にやってくれるのね。ちょっと見直しちゃったわ。ありがとう。これからも頑張っていくわ。じゃあ遊撃士さんたち、何かあったらまたよろしくね。ええ、いつでも言ってちょうだい。